古法案は、京都府京都市北区紫野にある臨済州の寺院。臨済州大徳寺派大本山大徳寺の達中である。他の達中軍とは、離れた大徳寺教育の生誕に位置する。暗号の古法は、一層の戸間船の意で、小堀正和が支持した、中国総延から授かった校である。非公開だが、数年に一回は10日間程度の特別公開がある。 慶長17年に黒田長政が創建した大徳寺達中両校院内に小堀演州が光月総願を改祖として伊予根流。寛永20年に現在地に移し、高雲総流が継いだ。その後、寛成5年の火災により消失するが、演州を集計した大名茶人で松江藩主の松平春里が小津に基づき再建した。現は世。 小堀良隆大和重要文化財。本堂とも称する。入りや作り、瓦吹き。完成5年の火災による、消失後、完成9年に、ウリーン客殿を移築したものである。茶室、防線重要文化財。宝城の北西に接する。9条と3条の小番席からなる12条の広間の、茶席で、手前座に続けて一軒幅の床を設ける。 炉は四畳半節とするが、小釣れは、大目切りになっている。面取り角柱、投げし、蝶付け壁など、書院作りを基本とするが、床脇の手前座左の壁は腰に、明かり障子をはめ込み、総安風の衣装も取り入れている。天井は、板の木目が浮き出た、砂すり天井と称するものである。松平不満による再建とはいえ、 小室前の小図から忠実に再現された小堀、演習好みの茶室である。防戦とは、創始の、魚を得て、受けを忘れるという区から取ったものと言われる。戦とは魚を取るための道具で、前述の句は、目的を達すれば、道具の存在を忘れるという意味であり、禅の悟りの境地と結びつけられている。庭園に面した西側には、広園と落ち縁があり、幅2軒の中、 敷居を設け、上半を、明かり障子下半を吹き放しとしにじりに変わる石入りの口としている。あたかも船屋の入り口のようなこの吹き放しは、船入りの構成とも称され、路地を眺める、際の額縁のような役割も果たしている。基本を、書院の茶室に置きながら草案茶室の根本である、にじり口からの石入りの方を見事に取り入れた、演習の手腕は高く評価されなければならない。 株の吹き放しからは、露血と刻まれたつくばいが見える。露血とは、露血耳の略ですなわち、うさぎを意味し、先の防線の追加としての、うさぎを捉えて、罠を忘れるを由来としている。重要文化財。茶室防線の北西側に、鍵の手に接続する、直入圏と称する書院座敷。完成11年の胸札がある。円習が建てた。 直入圏が消失した後に、この池の河原の御点の建物を移築して、書院としたとされるが確かなことはわからない。建物の西南に位置する八条館が主室である。主室の北に接して、茶室さん運床がある。四条半代目の書院風茶室で、演習作になる、両行院の茶席、密庵に似るが、違い棚や密庵床が省略されているところから、 ふまいが密案を反として再構成したものと考えられている。関明三雲床は壁元六の話月山雲海月上から取ったと伝える。北上南帝は直線的なり込みを排した幾何学的な庭で船岡山を借景とする。北上西側の書院南帝はり込みを排して大見八景の景色を表現した庭である。国の史跡。 名称に指定されている。中央に据えられた寄せ道路は、石造物の残血を集めて作ったことからこの名がある。北門から玄関に至るアプローチも見どころの一つ。門前にかけられた長さ一軒ほどの石橋の画手に富んだ造形、まっすぐ伸びるのべ段の石の構成の巧みさなどに、演習の優れた造形感覚がうかがえる。ありがとうございます。